子レンジの汚れ気になりませんか？電子レンジの汚れの主な成分は調理する食品の中に含まれるタンパク質や糖分、油分の飛び散りによるものです。食品のカスなどを取り除かないままに電子レンジの使用を続けると内部の焦げ付きの原因になってしまいます。また汚れは雑菌が繁殖する元となり、使うたびにレンジの中に悪臭が漂うようになります。さらに汚れは食品を温めるための電磁波を遮り、無駄な電力消費につながります。そこで電子レンジの掃除方法を確認しましょう。まず耐熱容器に酢を入れ、水を4倍から5倍で薄めます。薄めた酢を 2,3 分レンジで温めます。そのまま30分から60分レンジの扉を開かず放置し、最後にレンジの中を拭いて掃除は終了です。クエン酸と重曹も同じタイプの汚れ除去に大きな効果を発揮します。使い方は酢と全く同じです。ぜひご家庭にあるもので試してみてください。電子レンジの汚れを落として温かい食べ物で体を温めてくださいね。詳しい情報はお天気ニュースチャンネルからご確認いただけます。